ごごご視聴ありがとうざざいます千尋でございまますすで、えー、今日もね、えー、始めたばかりの人が知っておくと、後々助かるエルダースクロールズオンライン情報と、うん、まあ、いうことで、えー、今日もね、ちょっとやっていこうと思っております。皆さんね、えー、このゲーム始めてまあ、間もないとは思うんですけども、えー、戦闘中で、まあ、体力が、ね、なくなってきたときに、 どのようにしてますかと私はね、あのー、思い返してみますと、うんえー、体力回復のポーションをガブ飲みしてたかなと、うんまあ、あのポーションをね、あのー、ストーリーとか、まあ、クエストとかね、あのー、進めていくと、まあ、ちょいちょいもらえるわけですよ。うんまあ、そのポーションをね、まあ、ただ飲むだけ。 だったかな体力を回復するということにおいてね。うん、まあ、みまあ、それでもいいのかなと思ってます。あのストーリーだけを進めていく上ではね。うんまあ、そんなに、ね、難易度が高いかというと、ストーリーを進めていくということが、うんまあ、そうでもないかなとは思います。まあ、そこそこの,、ね、あの装備が揃って。 そこそこのポーションがあれば、まあやっていけると思うんですよ。うん、スキルとかね、うん、これをやっときゃいいと、うん、これを持っとけばいいと、うん、いうのもありますから、各クラスに。うんまあ、そういうスキルが揃ってくると、まあ、そんなにストーリーでやる戦闘に、まあ、苦労することはないかなとは思うんですけど、ちょっとね、今後ね、ね、あのー、やっぱり、ね、皆さんもどんどん、あのー 初心者から中堅ベテランと進んでいく中でね、うんまあ、いろんなステップアップがあると思うんですよ、まあ、そうです、ね、あの始めたばかりの方が、うんまあ、挑んでいただきたいのはグループダンジョンというものですかね、まあ、グループダンジョンに何の知識もないまま、まあ、入ってしまうとなかなかに大変なんですわ、うん、ちょっと難易度が、まあ、ちょっと上がる。うん ワンステップ上がります。ストーリーを遊んでただけの状況からすると。うんまあ、なので、何の準備もなく挑んでしまうと、まあ、ちょっと痛い目に遭いかねえないと。うんまあ、例えばですよ、うん、まあ、そうですね、ありがちなのはですね、えー、まあタンクをやりたいと、ね。盾をやりたいと。い、うんまあ、う方があんまり、ね、あの体力最大値。 こちらですね、うん。があんまりないと。うん、例えば、あの食事を食べないとかね、うん。食事を食べない状況だと、多分1万と、1万5000、あの始めたばかりの人のブーストっていうのがありまして、まあ、レベルが低い人に実はブーストがかかるんですよ。このゲーム、おかしなことに。<laughs> うん、まあ、難問ですから、最,最大体力、多分何もしてないとね、1万5000から1万3000ぐらい。 じゃななかかったかなと思います、うんまあ、その状況で、まあ、グループダンジョンへ、ねえー、挑んでタンクとして挑んでいくと、あのー、ちょっとした、ねあのまあ、意地悪なベテランさんとかがいた場合「うん、お前タンクやるにして体力低すぎねえか」みたいな感じな、うんうん、お叱りを受けることがあるだろうと。うん <laughs> まあそれはね、あのー、アドバイスとして、うん。まあ素直に聞いたらいいんですけど、うん。ちょっと体力足りないのかと。タンクやるには。うん。体力上げよう、みたいなね。うん。まあちょっとね、あのー、ひどい人では、ちょっと、パーティー、まあグループから蹴られてしまうみたいな、うん。可能性もあって、なんだよ、と。なんだよ、ひでえな、と。うん。なって、ちょっともう俺グループダンジョン、ちょっと俺嫌いだわ。ってなっちゃう。 可能性もあるも、ね。もっと言ったらこのゲームちょっとなんだよと。うん、ひでえなと、うん。ビギナーにちょっときつすぎねえかと、うんまあ。なってしまったりして、このゲームちょっと嫌だなって思ってしまうの、すごい悲しいんで、うん。ちょっとね、グループダンジョンにね、まあ、いずれステップアップしていくためにちょっと、うん。まあ、今後ですよ。この,この話今後ね、うん。今後、まあグループダンジョンに、まあ 自信持って挑める、うん、ように、まあちょっと情報をこう開示していこうかなと、うん、まあ思ってる例えばね、あまあ準備を、こんな準備していくとね、各ロール、ね、まあ、タンク、治癒士、ダメージ、うん、まあ各ロールでこんな、えー、準備をしていくと、まあ安心だろうと、うん、まあいうのをちょっと、まあ、今後ね、まあ 今日一気に全部ご紹介するみたいなことは多分できないと思うんで、1、まあ、つずつだとは思うんですが、まあ、グループダンジョンに、ねまあ、自信持っていけるように、ちょっと動画作っていこうかなと思ってるんで、まあ、その第1弾としてですよ、うんまあ、どのロールでもね、あのー、ん死んでしまうってことは、うんまあ、自分が担っている役割が、ね、行えないと、うんまあ、ゼロいないに等しいになってしまうんですよ。うん なので生き残るっていうのが、まあ、ね、上のコンテンツに挑んでいく上で、まあ、一番大事になってくることなんだろうじゃないかなと、まあ、思ってるんで、まずは、あのじ自分を回復する術、うん、っていうものの、えー、ステップアップをちょっと皆さんに、えー、おすすめとしてね、こんなんどうですかと、うんまあ、いうのできたらいいなと思っております。でえー、ちょっと 簡単にですけれども、説明していきましょうか。まあ、このキャラクター、ねえー、バルバラちゃんであればね、まあ、ノルドの、えー、ドラゴンナイトの、まあ、基本的には DPS をやらせてます、うん。で、スタミナビルドですね。スタミナを使って戦っていくスタイル。うん、で、えー、このドラゴンナイトというクラスに、えー、備わっている、ねまあ、回復スキル、こちらですね。えー、緑流の血脈と、 うん、体内に流れるドラゴンの血に頼り、失った体力の33%を回復する、まあ、3分の1回復するよということだね。うん、失った体力をそうだ、ねうん、最大体力値のってことだろうから、うんまあ、3分の1ずつ回復する、まあ、だから3回行えばマックス回復すると、まあ、いうことなんですけど、もうこのスキル、間近由来のスキルなんですね。ご覧のとり、4320も使うぞと。 で今バルバラちゃんね、まじ、あ、かいくつあるのかって言ったら9709しかね、うんまあ2回やれるかやれないか。うん、2回はやれるね。うんまあ、3回目はいけないよと。うん、まあだから体力、ね、失った体力の、失った体力のね、体力の3分の2ぐらいしかマックスで回復できないよと。うん、それ以上は、まじ、あ、かを回復するなりしないとちょっと使えねえんじゃねえかなと。うん まあねあの、各ビルド、ね、まあ、こういった間近由来の、うんまあ、回復スキルだって、まあ、スタミナ由来のももちろんね、あのロールによっては、ロールじゃねえや、クラスによってはあるんですが。 まあ基本的にはマ間近由来の回復、魔法、魔法じゃね、回復スキルがまあ大体用意されてるもんですから、スタミナビルドで回復っていうものを十分に行っていくには、まあ、例えばね、まあ、武器、二刀流とかにもあるんですけども、これにね、ちょっとあのこれの、私はこっちの派生にしてるんですけど、まあ,あ、あの、こっちの派生っていうか、振ってないのか、うん。まあ、これのね派生にね、まあ、自分の体力を最大、あの最後のね、 最後の攻撃の300%のねダメージの何かを体力回復するみたいなのもあったりとか、まあ,あの武器についているとかね、うん。まああと装備の、セット装備の効果で回復するとか、うん。まあ私のにはないですけれども、うん。まあそんなのもありますんで、まあそれを駆使してね、まあやるっていうのも一つの手なんですけども、まあスタミナビルドで、まあマジック。 まあ、マジカじゃない、マジカ由来の回復スキルに頼らずに、ちょっと回復していくのであれば、ちょっと一つおすすめのスキルが、もうこれ、これあればもう、もう絶対大丈夫っていうスキル、実はちょっとスタミナビルドには用意されてまして、まちょっとその紹介を今日はやって、まそれだけにしようかなと。ちょっとね、まあ、他のスキルと、まあね、例えば、ね、この、 自分のクラスのスキルをこう獲得していくっていうよりも、ちょっとね、あの難易度が高いもんですから、うん、ちょっとね、あのそのね取得方法をちょっと紹介して今日は終わろうかなと思っております。うん、じゃあちょっと、えー、どうしようかな、キャラクターを。前、うんまあ、からちょっと一回行ってみますか。うん、えっ、ー、とね、 まあどのスキルをまあ得るのかというちょっとお知らせ,知らせというか、これを取るんだよというのをちょっと、えーとねこちらのね、同盟戦争スキルというね、まあ後方支援、襲撃戦術とあるんですが、まあこちらの、今もうあの私取っちゃってるんで、まあランクいくつでみたいなの表示されてないですけど、ランク5でうんまあ獲得できる活力というえスキルがございます、え。ー 確かね、これあの、派生してなければ、まあ、戦いの雄たけびを放ち、ね、血液を新たにして体力を、確かに8000、8008 0秒の間回復するみたいなスキルだったと思います。まあ、それでも十分回復はするんですけれども、まあ、ご覧の通りね、変異させると14,584 0秒の間回復する。で、スタミナの。で 消費で、うんまあ、使える技ですから、まあ、普通にね、まあ、スタミナビルドで戦っていればスタミナを回復しながら戦う、まあ、銃攻撃を、ね、敵に与えて、ねまあ、それでリソースを回復しながらまあ戦うでしょうから、まあ、使えなくなるみたいなこともないでしょうと、うん、このスキルさえあればね、うん、ちょっと入れとこううん これをやると。ね、4秒の間、ね。まあ、体力がじわじわ、うん、1万4000、うん、回復するぞと、うん。これさえあれば、もう、スタミナビルドであれば、まあ、回復は解決します。うん、といっても過言ではない。うん、まあ、足りなければね、まあ、なんでしょう、まあ、回復スキルを上書きするというよりも、なんかちょっと、あのーまあ、装備をね、見直してみたりとか。うん スキルを見直してみたりとかした方がいいんですが、うん、まあ大体はこの不屈の活力さえ、うんまあ、スタミナビルドで、まあ、得てしまえばまあいろんなコンテンツでまあ死にににくくなるの間違いないんで、うん、これを取りに今からちょっとい、うん、きましょうか。 さて、えー、どこで取るのかというと、まあ、同盟戦争スキルと、まあ、申し上げている通り、えー、同盟戦争に参加していただくという、えー、ところですね。その、えー、入り方、こちらのキャンペーンという。うんね、この2つ出てきましたけど、テートっていうのは、まあ、インペリアルシティっていうあのダウンロードコンテンツの方、うんまあ、クエストとかが用意されている、まあ。こちらも PVP エリアなんですけども、こちらじゃなくてね、えー、同盟戦争は白ディール。うん っていうところを選んでください。でですね、えー、ご覧のとおり、ねまあ、いろんなキャンペーンが用意されてますね。同盟がロックされる。まあ、これに参加してしまうと、ねまあ、私の場合、エボンハートパクト所属ですから、エボンハートパクト以外の、えー、何でしょう、うんあの、同盟には参加できないと。うんまあ、他のた、例えばキャラクターとかでね、うん、満杯。今、フルなんだね。うん で、えー、アイスリーチ、でレベル50の人でね、ねレベル50未満の人だけでやりたい場合、このアイスリーチと。まあでもあんまりご覧の通り人気はないです。うん、で、チャンピオンポイントと、ね、チャンピオンポイント無効、まあレベルはまあいいけど、チャンピオンポイントは無効でやりたいと、うん。まあだからチャンピオンポイントはね、私940ぐらいあるんですけど、うん まあそんな人とね、やり合ったらちょっと勝ち目ないから、チャンピオンポイントは向こうの,かねあのルールでやりたいですという人はここね。スタンダードあんまり何の縛りもない。ここにはちょっと人数そこそこいると思うんですけど、今でも熱いのはこの同盟がロックされている。ご覧の通り満杯ですね。こちら入れるのかな ?1 分、予約待ち1分。ちょっと申請してみましょうか。はい。まあ、ちょっと待たされるとは思います。 ちょっと待ってましょうかあ入れますうんいけましたねはいえー、今エボンハートパクトの陣営にやって テーマ入りましたね、えー、ちょっとマップを確認してみましょうかエボンハートパクトは今ちょっとだいぶやれてる感じですかねご覧の通り清掃の書あまあね大体は自分のとこの聖堂に2カ所まあ収まっているのがね通常なんですけど1個どっかから奪ってきてますね、うん、これは黄色いからアルドメリの清掃の書を奪ってきてますね まあここにあるやつ多分奪ったんでしょうね、どっかで。うん、なるほど、なるほど。まあ、だから今、エヴォンハートちょっと優勢でやってる感じですね、この感じだと。うん、うん、うん、いいな。さて、えー、まず、えー、やっていただきたいな。この、えー、白ディールに入ってくるにはね、えー、ランク、ランクじゃないレベル、うん、10で。 多分シ白ディールからね、まあ、メールが届くと思うんです。あの、同盟戦争に参加しないか、みたいなね。うん、まあ、その流れでね、まあ、ちょっと一回様子見に来た方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。うん、まあ、入ってきたら、あの、まず、えー、ここにね、入ってくると、このオリビア、まあ、エボンハートパクト編であればよ、うん、まあ、オリビアさんが、あの、クエストライン出してると思うんで、まあ、クエストを受けてもらって、チュートリアルを始めますと。うん、まあ、チュートリアルを進めていきますと、まあ、 例えばね、工場兵器の、うんまあ、使い方とか、あと、こちらにあるデイリーのね、うん、まあ、案内とかを受けた後に、じゃあいよいよね、参加してくる、戦闘に参加してくれと。うん、まあ、ここでジロー、ジローラも、うん、違うな、ジマーロン大丈夫ね。待ってくれパクトにはお前が必要なんだありがとう これ多分帝都の、うん、クエストに参加してくれって今、ライス隊長が言ってるんだろうね。うん、まあジロ、ジマーロン大将軍からも話を受けていよいよ参加だと。まあなった時にもう、あの、同盟ポイントがね、確か9000ぐらい合計でもらえているはずで、まあランクがね、確かに、ね、3ぐらいになっているはずなんですよ。うん、まあランク3から、まあランク5までちょっと頑張れば、まあこの活力というスキルが手に入ると。 まあいうことなんでそんなに、そこまでじゃあ,あの難しいかというと、そうでもないはずなんで、うん、ちょっとね、まあ、今からご説明するね、こうしとけば、まあ、ポイント稼げますと、同盟戦争でね、うん、ポイント稼げますよと、と、うんまあ、いうのをまあちょっと参考にしていただいて、まあ、経験値をランクね稼いでランク5を目指していただくと、まあ、いうことをちょっとご紹介したいなと思っております。まずはですよ、えー 入ってきてチュートリアルを終わらせたら、えー、9000ぐらい同盟ポイントが入ってると思うんでこちらの、えーまあ、どこでもいいんですけども工場兵器商人という、うんまあ、案内出てる方から工場兵器の威力を知りたかったら何も使わずに敵の砦を奪いに行ってみろ、うん、つまり何も使わずに敵の砦を奪うことは難しいと言ってます、うん、さあ、えー、まずね、えー、バリスタと そうだなカタパルトかな、うん、ト,ルト,レトレビュシェットはまだいいんじゃないかなと思って。あの、バリスタだけあ,あればいいかもしれない。もしかしたら。うんまあ、バリスタを、まあ、2つ、うん。あ、炎のバリスタの方が良かったなちょっとごめんなさい。あの私、同盟ポイントたくさんあるんで、ちょっとここで、うん。あ、所持品が満杯ですって言われちゃった。ちょっと待って。はい、ちょっとお待たせしました。えー パクトの炎のバリスター。2つぐらいがあって、うん。で、今多分5000ぐらい使ってるんで。残りに、えー、扉の位置用木工修理キット。うん、これを、えー、まあ、買えるだけ買ってください。確か20個ぐらい、うん。20個か19個ぐらい買えたと思うんで、9000ぐらいだったらね、うんね。まあ、これぐらい持っておきましょうか。 で、そうしましたら、うん。そうですね、デイリーなんかを受けていただいたらいいのかな。うん。えー、っとね、どれだったかな前線ミッションボード、戦闘ミッションモード。えー、違うな、これじゃない。これも違うな。 あ<剣><お>やチーズの塊で人を叩き殺す技はどこにっ <laughs> 塩ゴラスがいいちょっとね今度まあ同盟戦争の方もねこんな風に楽しんでくださいみたいな紹介もね、うん、まあいずれやろうと思ってますねその時に塩ゴラスとちょっと話し,しましょうねこれかなうん えー、ジマーロン大将軍の合意志によりドミニオンとカバナントのドラゴンナイツを、えー、倒した者たちに、えー、報酬金が与えられる20人以上の敵を倒すのだそうすれば報酬が与えられるであるこちらだね賞、うん、金ミッションを受けてください、うん、偵察ミッションはまあいいですこれはちょっとねこれはこれでまあ、うん、やり方あんだけどもまあこれはまだいいでしょう、うん、で、えー、まあ工場兵器と、うんまあ、チュートリアルが 準備終わったら、まずはね、この、ちょっとこっちで見た方がいいか、ね、トランシタス、トランシタスの祠こ、うんまあ、発動しますと、まあ、ご覧の通おり、ねえー、これねあの、例えばね、この,キャンこの砦の、まあ、リソースっていうものがあるんですけど、まあ、3箇所ね、まあ、これがね敵に奪われてしまうと、このワープポイントがあの途絶えてしまったりする。 例えばあとこれが残っててもねあのこれつながっているラインでつながっている間のねこの拠点が敵に奪われてしまったりしてもまあここにねあのワープポイントがつな、うん、がってるんですがこれが途絶えてしまって飛べなくなってしまうと、うんまあ、いうところはありまして、うん、まあだから前線に赴くにはちょっと気をつけていただきたい。 多分ね、今、こう、あの、ダガーフォールのね、えー、こちら、ウィンターピークの、ウィンターズピークの基地、うん、っていうものに、今ね、あの、エボンハートパクトの、まあ、集団かな、うん、が今あの、取り返しに行っていると。で、まあ、あ、こブルーマーは終わったのか。うん、まあ、多分こんな感じだろうね。うん。多分ですよ、ここを取り終わった後、こちらのね、ドラゴンクロウトリレをちょっと襲うだろうと。 まあそういう予想をちょっと立てていただいてまあここに向かっていくことにしましょうかうんはい、うん、やってる人いるな同じ考えの方がいる <laughs> そりゃそうよ いるぞダガーもえーとまだ旗があるはず OK。こっちももう、うん、終わるね。うん。はい。うん。ということで、このブルーマーはね、エボン・ハート・パックトが取り返したと。うん、こっから、ここ。うん。 中でやってるよこせない、起こせる人がいるんだったら起こしちゃおう起こせる仲間を起こしてやろうあ、もらえたな 9.4K9400、まあ、ほどもらいましたよ 大丈夫かな死んでる人いないね。うん。うん、大丈夫。でまあ、こんな感じで、えー、砦をね、まあ、取ってしまえば、ご覧の通り、だいぶ経験値いただけると思う。とで、ここで、ね、あの、壊したでしょ、自分たちで。うん、これ、すぐ直してあげてください。うん、あの取り返しに、ね、来る勢力を、ね、防ぐたびに、まあ、すぐにね、あの自分たちが壊した部分を直してやる。 まあそうすることで、ね、あのすぐに、ね、あの敵勢力が取り返しに来ても、うん、直した扉たちが、うんまあ、自分たちを守ってくれる盾となると。うん、そのために、この扉の,、ね、あの修理用のキットを、まあ、もらってきたんだよと。もうこっち側は直ってるね。うん。OK です。 で、まあ、これあの実はあの同盟ポイントもね。さることながら、普通に経験値もね。美味しくいただけますので。うん、やっといて損はない。この同盟戦争。まあ、あのやってやってたらわかると思うんですけど、ね、この駆け引きとかね。あの面白いんですよ。pvp もちろんあの始めたばっかりでって。あ たらね、そんなに PVP でねあの敵に勝てるかっていったら、まあ、勝てないですよ、ほとんど。私でも PVP あんまり好きじゃないもんですからね、PVP の支度っていうものを全然してないもんですから、うん、まあちょっとかじってる人と対決したらまあ負けますよ、私も。うん、まあ、そんなもんですけれども、まあやってたらね、面白いんですよ。まああの ね、前線で戦うとかじゃなくてもねあのいただいてきたねねこちらの、ねえー、例えば3段カタパルトとかマ、ね、パ、まあ、リサとかで、うんまあ、遠くから、うん、あの敵に向かってね、まあ、これを投射していくだけで、うん、それでもまあ経験値もらえたりとかあの、ね、ドラゴンナイツを倒せっていう出ていますけども、うんまあ、これあの加,担加担すればいいわけですからあの倒さなくても自分が倒さなくてもいいんですあの触っとけばいいんです。 まなので、んだろう、あのね、カタパルトとかで、まあね、敵の集団をまあ一望大事にしていれば、まあ仲間がとどめさせてくれたりとかするもんですからね、このカウントが、こちらの20分の0がまあどん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 カウントされていくとまあいうこともありますので。はい、というわけでね、戻ってまいりました。まあ、同盟ポイントのえ稼ぎ方は、まあねあ、ご紹介した通りです。あのー 自分のね、えー、同盟の、まあ、たくさんの、ね、プレイヤーさんが参加している、まあ、最前線に、まあ、赴いて、まあね、工場、ね、砦を、まあ、取りに行ってたら、それに、ね、参加する、ね。守っているようだったら、守、ま、り、あ、に参加して、うん、いればね、まあ、まとまった経験値、ポイント、まあ、もらえますので、それを、まあ、続けていればそんなに難しくない、まあ。休みの日に頑張って同盟戦争を遊んでたら、 まあ、ランク5になるかなぐらいですね。うんまあ、なので、そんなにね、あのー、ちょっと敷居が高いなって思わずに、まあ、ちょっと、まあね、あのご紹介したあの準備だけして,ていただいて、まあ、気軽に参加していただいたらいいかなと思います。まあ、そもそもこのね、あの同盟戦争というコンテンツ、ちょっと遊んでれば面白いんで、うんまあ、それも含め、ちょっとやってみたらいかがでしょうか。というわけで、今日はちょっとね、短いですけれども、えー、ちょっとね、重要な ものなんでこの回復スキル、まあ、スタミナビルドにおける回復スキルのえおすすめ。マジカビルドであればね、あのー、自分のクラスの、あのー、回復スキルで十分じゃないかなと思ってます。うん、まあ、なので、うん、スタミナビルドでねやりたいけれども、ちょっと回復手段に乏しいですという方は、ね、こちらを参考にしていただいて、えー、活力の方 えー、取得に向けて、えー、ちょっと頑張ってみてはいかがでしょうかというわけで、じゃあ、今日はここまで、えー、ご視聴ありがとうございました。えー、何かね、あの質問等あれば、えー、コメントなんかに残せていただければね、えー、分かる範囲でお答えしていきますんで、えー、そちらの方、遠慮なく、えー、よろしくお願いいたしますというわけで,おで、お疲れ様でした。ごきげんさんなら、お疲れ様です。